音楽に入る前にちょっとベスナさんから告知がありますので喋っていただきます。ちょっと皆さんちょっと聞いてもらっていいですか。はい、ベスナさんは、私ベスナと申します。セルビアから来ました。セルビア前のユーゴスラビア、ユーゴ分かります？ユーゴスラビア、ユーゴスラビアはもう16年前戦争があって、みんな国が別々になったから、セルビアという国から来ました。ベオグラードが首都、で今ちょっと、私英語の教室持ってるんですけど、それでいろんな活動して、でこういろんなイベントやったりして、セルビアのためにちょっとお金を集まったりしてるんですけど、今回は特別にフロークとちょっと話して、一人セルビア人の女の子が今心臓の手術をしないといけないんですよね。で手術じゃなくて、なんていうかな、新しい心臓、そうしないといけないのね。でその子供が8歳ですけど、3歳の時に、ほんと生まれた時に元気な子供だったけど、3歳の時に肺炎のような病気になっちゃって、で結局肺炎じゃなくてヴァイルスだったんですよね。そのヴァイルスはウイルスで、そのウイルスが心臓にアタックして弱っちゃって、でその後はもう治らなくなっちゃったのね、その心臓が。で今8歳だけど、もう5年間いろんなこと、なんかいろんな何て言うかな、治療受けたりしてるんですけど、結局もう新しい心臓じゃないと死んじゃうから、そのためにこれからその手術をしないといけないんですけど、その手術できるためまではすごいお金かかるんですよね。でセルビアの国というのはもう戦争もあっていろいろあったから、経済も悪いから、なかなかそういうお金は集まらないんですよね。例えば月々の給料は例えば4万円ね。でも手術は日本のお金だといくら、もう読めないわ。日本円で6600万、うん、そう21万ドルだから、ね。でそれで去年の12月に、最初はそのお金はいらなかったんですけど、最初は本当もっと安いお金でできたんですけど、オーストリアで。だけど12月にオーストリアに行って、それで状態がすごい悪くなったの、その心臓が悪くなったから、他の内臓も悪くなっちゃって断っちゃったの、病院が。でまたベオグラードに戻されて、今度はやってくれる病院探してたの。それがアメリカのヒューストン子供のクリニック、ヒューストン子供のクリニックの病院になって、それで71万ドルになりましたね。なんかリスクがすごく高いから、でちょうど12月1月ぐらいに似てる病気の若い女性が同じことがあって、お金集まったりして18万ユーロ集まらずに死んじゃったの。でその子供が死んじゃったから、みんなこっちに忠告して、この子供は絶対知らせないようにみんな頑張ろう。それでセルビアの人、いろんなスポーティストとか歌手とかライブやったり、ティアナのためにコンセートとかやったり、みんな多分知ってるテニスプレーヤー、有名なセルビア のジョコビッチ、もう知らないかもしれないけど、今世界ですごい有名なテニスプレーヤーですけど、そのジョコビッチもすごいお金入れて、でもやっぱりなかなかそのお金が集まらなくて、それでもう手術、そのテキサス、そのヒューストン受け入れるためにデポジットが必要ですよね。でいくら、前金デポジット、前金の方5000万、そう、前金が5000万円だから、それ集まれば受けてくれるから、その後はもうね、ドネーションでいろんなことでちょっと時間かけても大丈夫、やっと集まりました。2、3ヶ月でもうすごいお金が入りましたね。それでティアナは手術はできるようになりましたが、この1週間の間はもうすごい大変な状態だし、普通の飛行機も乗れないし、何の医者とかエクイプメント、いろんなエクイプメント一緒にじゃないとダメとか、やっとアメリカに行けました、昨日か今日で、
だけど残りのお金まだいっぱいありますから、ちょっとあのマイちゃんに呼んであげる。はい、前金で5000万円が必要で、それは貯まっているけれども実際にかかる費用が約7100万円、で残りのその2100万円がまだ足りていないということなので、うん、はい、今日せっかく手作りの募金箱をベスナさんが作ってきてくださったので、うん、皆さん、はい、あの気持ちだけでもいいので、はい、入れていただけると、ね、このティアナちゃんのためにまだ8歳でね先が長いのにね。あ、そうですね。あ、ということで皆さん気持ちだけでもお願いします。お願いします。お願いします。はい、あと大丈夫。はい、すいません、ちょっと話が長くて。あ、全然全然。ありがとう。はい、どうもありがとう。お願いします。よろしくお願いします。日本語が変です。すいません。全然全然わかりやすく。むしろすごい、すごかったよ。